はい、始まりました。頭部百チャンネル、えー。今回は桃の剪定ワンポイントチェックということで、えー、今回のテーマは、えー、作業性の良い,い樹形作りのための若木の剪定について簡単にお話ししていきたいと思います。それでは始めていきましょう。はい、えー、まずはこちらの方をご覧ください、えー。こちらの木がですね、 え、樹齢がですね、え、1、2、3、4、5年くらい。え、5年生の若木になります。え、だいぶね、え、木の方も大きくなってきまして、え、樹形がね、決まりかけてきています。え、しかしね、え、ちょっとこちらの方ご覧ください。え、こちらの方にね、え、1、2、3、4本。え、ちょっとね、え、大きめの枝というのがあります。 まだねこの状態でしたら4本そのまま残していてもしっかり着火させることもできますし邪魔にはならないような感じでもあるんですがこのまま置いておきますと来年再来年以降かなりね枝が混み合った木になってきますなのでねこの段階でねもう種子亜種子の本線を決めてしまっていらない枝というのをね 何本か落としたいと思いますはい、これがね先ほどの枝を反対側から見た感じになります左からね1本2本3本4本と大きい枝が伸びていますこの場合ね種子というのが一番太い枝になりますので一番右の枝こちらが種子の本線となります そしてね、即死的なものが3本あるんですが、このうちのどれかをあすしとして伸ばしていくような感じになります。そうするとですね、現在4本ある大きい枝のうち、2本が不要ということになりますね。今回は、そのうちの1本を切り落として3本にします。そしてね、残った3本のうち2本を種子あすしとして伸ばしていく。 そしてもう一本を弱らせながら即死として維持、または来年以降切り落とすような計画でしていきたいと思います。はい、再び元の位置に戻りました。種子の本線というのがこちらの今真ん中に見えている枝になります。そしてね、一本二本。2本 そして3本ありまして一番左のこちらの方をねアシュシとして伸ばそうかなと思いますなぜ両脇の一番右と左2本を残すかと言いますと単純にですね木が大きくなった時にしっかりスペースがある方が木作りというのはしやすくそして作業性も良くなりますのでこの4本あるうちの一番両端の2本をね今回残すような感じでいきたいと思います となるとこの真ん中の2本ですねこちらの2本というのが将来的には不要な枝となりますそしてね現状ちょっとまだ来年実をつけることは可能なんですが1年置いておきますとかなりね枝も太っていざ切るときにね切り口が大きくなって木にダメージが残ってしまいますので1本は今回切り落としていきたいと思います この2本、どちらを切り落とすかということなんですがまず、ね、こちら見てください現状でね、この枝もう若干ね、立ち枝となり内向気味にも伸びそうな感じになっております。というのがね、なぜこのように伸びるかといいますとこの両サイド 枝枝がありまして真ん中の枝ですねもう伸びるところが内側か上側しか残ってないのでやはりね木というのはスペースがある方に伸びていきますのでもう自然と上の方に伸びていくような感じになっておりますなのでね今回この1本をねもう切り落としていきたいと思います はい、切り落としましたかなりねすっきりした印象になりましたこのような感じですねそしてねこの真ん中の1本こちらも残していてもいいんですがあまり大きくなりすぎますと両サイドの枝の邪魔になりうる可能性もございますので少しね弱めていきたいと思います ちょうど、ねえー、強い立ち枝ありますので、えー、こちらの方をを、ね、1本ちょっと切りましょう、はい、もうちょっと切りましょうか。 はいこんな感じでね3本くらい落としましたこの真ん中の木に関しては来年ねしっかり実をつけてちょっとね弱らせながら維持していきたいと思います来年のね両サイドの枝の伸び具合を見てもう邪魔になりそうであれば次のシーズンのね周期剪定の時にこの辺りかこの辺りで切り落としていきたいと思いますこんな感じですね はいということで、えー、今回は作業性のいい樹形作りのための若木の剪定について簡単にお話しさせていただきました動画内でもお話ししましたが、えー、やはり、ね、若木のうちというのは枝が細いこともあり え割とね、えー、スペースがあるようにも見えますそしてね多く残した枝に着火させることがね、えー、できることもありたくさん枝を残しがちになってしまいます、えー、しかしね、えー、樹形というのは2年3年経ってくると大きく変わってきます木が大きくなった時に、えー、枝と枝がね干渉して邪魔にならないように、えー、枝が混み合って作業がしづらくならないように、えー、しっかり若木のうちから、えー、想像してね えー、剪定するこというわけで、えー、今回は、えー、桃の剪定ワンポイントチェックを見ていただきました、えー、とりあえず今回で今年のね 作業の動画というのはラストになるかと思います一応予定ではね年末に東美白チャンネルのスペシャル特番ということをね予定しておりますのでまたねそちらの方もご視聴いただければいいかなと思います今年もねいろいろ作業動画いろんな動画ね上げさせてもらいましてたくさんの方に見てもらうことができましたそしてねたくさんの登録者数そしてたくさんのいいねありがとうございましたまた来年もね東美白チャンネル 私たちなりのね、作業動画、えー、いろんな動画をね、えー、配信していきたいと思いますので、えー、またね、えー、来年もよろしくお願いします。えー、今年一年、本当にありがとうございました。それではね、えー、来年もまた、えービ博チャンネル、えー、頑張っていきますので、えー、よろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。